はい、じゃあピースさんね、そう、涙がちょっと多いかもしれないな。それとあと右の耳が左に比べるとちょっと汚れが多い。だからスリピナを入れてほしい。まあ一応右だけど両方入れた方がいいですけどね。右も左もね。で、洗顔はやってます？毎日やってます。ちょっと毎日で1回じゃなくて、できれば 2,3 回やっといてもらった方がいいですね。うん、それからなんかちょっと湿布のところに毛の薄いところがあったみたいですね。だから肛門腺はまあ結構出ましたね。で、夕方やるとほんと気持ち出るんですよ。で、あれ書いてないけど、あれこれ高島くん書いてないけど点滴したんだよね。この治療したんだよね。はい、しました。やったんだな。で、今日点滴しましたね。はい、じゃあ連れてきてください。で、薬を1週間分とクレデリオとベリキはね、クレデリオは1週間分のポイントだね。次です。はい、おーちゃん、うーん、おーちゃ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 ん、あります。はい、はい、ちょっとごめんよ。ケースがちょっとあの余裕で動きすぎだから。ケースが入ってない。ケース入ってる。はい、じゃあ。ケース入ってない。ケース入ってない。ケース入ってない。で、これがここになるのね。はい、今余裕で食べます。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ここだ。ありがとうございます。はい、じゃあまた様子見てね。これで研修に来てください。はい、わかりました。血液検査は一番ありますか？あ、血液検査はね、ここでやってるから5週間ぐらいにしましょう。だから8月24日から22週間だから9月の3日、次の20でしょ、9月24、9月の3日、2日か火曜日、3日ぐらい、3日、9月の3日ぐらい、3日前後ぐらいを目安に採血をしてください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、お願いします。